はい、12月25日クリスマス朝7時の相場解説になります。まずは昨日の続きなんで1時間足からいってみましょうか。まあこれからはね、こう朝だけではなくて、昼ではなくて、夕方ではなくて、24時間いつでも発信しますんでね、それは皆さんに勝っていただくためと、私がどのぐらい勝ってるか見せつけるためでございます見せつけるって言ったらいやらしいですね。でまず考えていたのが、昨日の夜の配信でもありましたけども、こういうふうにペナントをね描くのかなと思ったら、そうではなくてレンジに入ったよってことだったですよね。で、あとここね、ボラティリティがちっちゃくなってきたんで、ブレイクするんではないかなっていう時に、この寝てる間だったんですけども、ブレイクが起きましたね、ここで。でブレイクが起きた時にまた取り戻すための買いが入ったということで、ガーンと、ちょっと待ってください、ガーンと行って、ガーンと行ったみたいな感じになってきました。まあこういう風なことが起きるわけですよ、レンジってのは。じゃあね、デイリーから追ってみますね。はい、デイリーなんですけども、これもいつもと同じように皆さんも線を引いていただきたいんですね。こういう風に来て、これは同じですからね。いつもこうやって確認していくわけですよ。こういう風な感じですよね。その中でも、ここが入って、このようなね、フラッグになってるんではないかなっていう線があるわけですね。だから、ここに当たった時に戻るんだよって言いまして、戻ってきましたね、だいぶ。で、これがだからね、さらに下に下がるのかなと。で、下がったにしても、ここにぶつかって、綺麗に上に上がってくれればすごくやりやすいんですけども、そうならない場合も、こういったものには多いんですよ。気まぐれですから。どういうことかっていうと、ここのように途中で変えるんですよ。ここのように途中で変えることもありますからね。だからこの辺を4時間とか1時間で分析していくってことになります。流れとしてはね、こういうふうな、右肩上がりが緩やかと、フラッグに向かうって形でいいと思います。よろしいですかね、ここまで。ここまで理解できなかったらきついですよ。で、ここは、以前もお話ししたように、大きな三角形があって、小さな三角形があって、で、また小さな三角形がありますよね。で、小さな三角形が続いて、大きな三角形ができるかなと思ったら、そうではなくて、こういうふうに向かっていったということでございます。じゃあ、ここでですね、デイリーでもありましたけども、これが、十分下がってから上に向かうのか、それとも、今回ね、この辺でグニャグニャしてたのが上に向かっちゃうのかってことを見極めるために1時間を見るわけですよ。じゃあ1時間に戻りますね。昨日の深夜も放送しましたけども、横ばいに行ったっていうことはブレイクが近いってことなんですよ。チャートバーの一本一本が短いでしょ。チャートバーの、例えば青もね、短いし、赤も短くなってきたわけですよ。この辺でですよ、この辺。ね、この辺、ずっとレンジに入ったところ見てみると、だん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 ちっちゃくなってきたわけですよ。で、ブレイク直前ですよって言った昨日の放送をして、夜が明けてみたらこうなってたわけですよね。だからここ2、3時間でこれができたわけなんですよ。だからこのブレイクの瞬間を私たちは狙わなくてはいけないんですけども、まあこれは非常に難しいのはね、何が難しいかっていうと、ブレイクの幅まだちっちゃいんですよ、これ。だから私がブレイクを狙いましょうっていうのはどういうことかっていうと、こういうふうにレンジが形成されますよね。レンジが形成されたら、ブレイクが始まって、このレンジを突き破ったところについていって、売りに入るって形なんですけども、これ売りに入った瞬間、今度ね、買い戻されて、結局レンジの中に入っちゃったんで、これはエントリーしても、損失が出るわけなんですよ。でもこの損失ってのは仕方がないんですよ。ロスカットラインを設けてエントリーするわけですから。で、利益が取れるときって、こういうふうに、キュッといって、キュッと戻らずに、キュッといって、さらに、キュッと下がるときなんですよ。こっちの方が、このレンジの後っていうのは、この確率としては多いわけなんですよね。だから、こればっかりを狙っていくわけなんですよ。一番最初、まだね、勝ててない人っていうのは、こればっかりやってみてください。そうすると、勝率が4対6で6割勝ちになります。で、4割は、今回みたいにね、負けちゃいますけども、それにめげずに、常に今回の戦略を取っていけば、6割の勝ちに近づいていって、結果、差額の2割で、利益をね、積み増すことができるということなんですよね。本日の学びは以上ですけども、じゃあこれからどういうふうになっていくかってことなんですけども、せっかく大きなね、この、チャートバーができつつあったのに、それが内側に戻るってことは、レンジ継続ってことですよ。レンジ継続。こうね。まだしばらく続くんじゃないですか。で、今度はですね、売りの勢いがあったのに買い戻されてたということは、どういうことかっていうと、売りで利確した人がいるってことなんですよ。売りで利確した人はどういう人かっていうと、売りで入ったんだけども、買いに入っちゃって、それが決済できなかった人なんですよね。
それはどの辺にいるかっていうと、私はね、この辺に存在してたと思うんですよ。この辺で売りに入った人が、あれ、売りに入った瞬間に、要するにね、トレンドに向かって売りに入った瞬間に、あれ、なんか買い戻しが起きて、売るタイミングをなくしちゃった、塩漬けになっちゃったって人が、ここで資金解放されたんですよ。あー、よし、プラマイゼロになったぞ、よし、ここで、撤退だって言ってね、損失を最小限に抑えて、ここで、売りに入った人が決済したんで戻ったわけですよね。だから、この辺で、売りに入って決済し損ねた人は資金解放されたんで、今度ですね、下に向かった時っていうのは、突き抜けるんですよ。こういうふうにね。こういうふうに考えていけばいいと思いますよ。よろしいですかね。それでは、本日も頑張っていきましょう。